山郡開催の2日目予選の第6レースを制しました峰竜太選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。昨日のドリーム戦はちょっと難しいね、そうですね、まあ、自分の判断ミスというか、まあ、なんかエンジンがいいだけに逆にああいうミスが多かったなって思いましたね。はい、ここはしっかり取り切りました、はい、そして勝った選手にはガマゴリの特製のタオルをプレゼントさせていただきます。めちゃくちゃ濡れたんで拭かせてもらいます。はい、ありがとうございます。ではレース振り返っていきます。スタート展示は1-2546-3、本番は1-5264-3で、はい、スロー4コース進入です、はい、スタート10コンマ10ちょっと入ったぐらいのスリットでした。そうですね、もう0台絶対行きたいなと思ってたんで、狙い通り決まりました。変わらず行き足から伸び系はいいんですか？はい、いいと思います。今日の安定板の中でちょっと足落ちてるんですけども、はい、ペラを回したんで、でもそれでも全速で行けば今みたいにちょっと覗きますね。足汗でもやっぱちょっといいです、はい、最近のその調整ですけれども、うん、行き足伸びを求めるんですか？いや、出足を来させたまま行き足に伸びが来るようなペラをなんか見つけたんで、はい、それをこう煮詰めてるっていうか、自分のものにしたいなと思って、だからそこを中心に仕上げてるって感じですかね。じゃあさらに進化は続いてるんですね。そうですね、プロペラに関してはね、ゴールがないんで、はい、限りなく100に近いところを目指してやってます、はい。後半カードは11レース2枠の戦いですけれども、はい、今このレースで感じた調整とかっていうのはあるんですか？うん、回転は上がってないんですけど、上げない方がいいのかなっていうふうに感じたんで、まあ、みんなが回してる中自分はちょっと我慢して、足優先で、乗り心地はもう捨ててでもそういう足にしたいなと思ってます、はい。では後半カードに向けて最後にもう一声ファンの皆さんにメッセージいただきます。はい、6号艇ビッグウェーブ乗れたんで、また優勝戦まで、力入れ直して、走りたいと思います。雨でもたくさん応援してください。頑張ります。6レースを勝ちました峰竜太選手でした。ありがとうございました。